アメリカ南監督メソジスト協会は南部メソジスト協会と呼ばれた。日本では米国南 B 協会、南とも呼ばれた。1848年にケンタッキー州ルイスビルで会議が開かれるまで数年間メソジスト監督協会の中で紛失していた奴隷制についての意見相違による分裂が原因である。この体制は1939年に メソジスト監督協会とメソジストプロテスタント協会がメソジスト協会を形成するために再統合するまで続いた。後に1968年に福音合同ブラザレン協会がユナイテッドメソジスト協会を形成するために合併した。さらに進学的に保守的なメックの改修は南メソジスト協会を形成した合併とは1940年に 意見をことにした日本へは明治19年に最初の選挙医 JW ・ランバスが長男の WR ・ランバス夫妻と共に来日する。ランバスは神戸を拠点に広島と大分を伝道地にして選挙を始める。同年日本選挙部会が設立された。さらに関西、広島、四国、大分などに選挙師を派遣し、伝道を拡大した。 明治20年に広島女学院、明治22年に関西学院を設立した。1892年に日本年会が組織されて、南井教会と呼ばれていた。1907年に米国メソジスト監督協会、カナダメソジスト監督協会と合同して日本メソジスト協会を形成した。ありがとうございます。